俺がこの業界盛り上げます。はい、どうも、しょきちです。どうも、ちゃばらです。今回なんですけども、はい、どうしました。増収しましたということで。増収、はい。まあ今までね、はい、俺もいろんな種類をやっていこうとか言ったっちゃけど、はい、何でもかんでもするってわけではなく、うん、メジャー種で俺は大型を狙っていきたい。はいはいはい。っていう観点から、何でもかんでもするっていうのはやってなっちゃうね。はい。まあ、ここでまあ、とりあえず自分の意思というか、うん、ちょっと伝えておこうと思って。はい、俺はその何でもかんでもやるとかじゃなくて、やっぱメジャー種でやっぱり大型を出していく。うん、やっぱりその、でかい虫にこだわってきた人間やと俺は。サイズですね。うん。はい。しかも、このね、虫業界で、はい、誰もが知っとるような虫で、はい、バンバン結果を出していきたいっていう人間なんです、うん、なるほど。ってことでですね、はい、あの要望がものすごく多かった種類があるわけですよ。何ですかそれは。これがですね、はい、オオクワガタ。マシだ、オオクワガタ。このオオクワガタは俺ものすごく苦手意識持っとって、ああ言ってましたね。今回ね、とりあえず国産じゃないです、うん、オオクワガタ類でも、はい、その多かったのが、はい、インドアンタイウス。インドアンタイウス、アンテですね。俺が初飼育でまあ、あのいきなり結果出して、はい、91.7 かな、はいはい、おお、でかい。なんかこう不完全燃焼というか、なんかこう、うん、ああ出ちゃったみたいな、冷めてしまった虫ちゃん一時期はい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 、こうやって YouTube 活動させてもらってる中で、はい、やってほしいなっていうコメントがものすごく多くて、しかもアンテっつったらもうものすごくメジャー種なんで、おお、しかも結構得意分野なんで、おやっとこうかなと。なるほど、はい、ってことでね、はい、お見せしたいと思います。いやー、来ました、奥方。ちょっとね、みんな大好き、オオクワガタ。ちょっと待ってよ、オオクワガタついてる。綺麗に見せたよ、やっぱ。ちょっと待ってくださいよ、これやっぱね、かっこいいぞ、アンテ。はい、いきますか、いきますか。はい、ドッグン。はい、こちらです、アンテです。いやー、なんつってもでかい。これが外国のオオクワガタぜ。なんていうんですか、まず国産と違うのは、うん、まあパッと目分かるのはテカリですかね。うん、テカリ間違うね、うん、光沢ね。そうですね、うんうんうん、平田のメスのような光沢もありつつ、やっぱり顎の形状がやっぱ違いますよね。違うね、太い、全然、うん、太い。顎の形状が違う、はい。まず太くてちょっとあれなんかな、ちょっと丸いんですかね。そうやね、湾曲。そうそう、うん、湾曲あるよ、うん、国産はちょっと伸びてる感じですもんね、若干。そう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 、はい、じゃあアンテです。クワガタもね、みんな大好きですからね、これは。好き、大好きなんですよ、クワガタ。かっこいい、アンテ。かっこいいですよ、かっこいいです。初やろ、見るの初です。生で見るのマジ初めてです。はい、アンテです、これが。かっこいいな、クワガタね。はい、貫禄がやっぱりすごい。はい、これは生まれてどのくらい。いや、まだね、はい、餌食いよらんけん。あ、うん、アンテね、インド、はい、あ、インドアンテウス、はい、アンタエウス、ね、アンタエウス、アンテウス、すいません、さっきから名前言えない。勉強が足りんちゃうやつや、チェンバラ君。すいません、すいません、はい、ちょっと見ることだけに集中してきました。あ、ちなみにサイズの方は、これがね、85ぐらい、はい、85、はい、85ぐらいでちょっと仕入れさせていただきました。はいはい、オオクワガタの85はまあでかい方ですからね、うん、かなり。俺アンテはね、はい、本当得意分野なんで、はい、まあそれなりにはサイズ出ると思う、はい、多分自信あるけん、結構、はいはい、もう正吉さんの自信あると言ったらもう絶対結果出ますからね。アンテは自信ある。ブータンもインドもそれなりのサイズ出しとるけん、はい、インドが 91.7 の、はい、ブータンはね、はい、89かな。ブータン、ブータンアンタイウス。おお、あ、国が違うんですね。産地が違う。あ、産地がですね。そうそうそう、まあ、一発目でそうやってサイズを出してしまって、はい、こうちょっと冷めたっていうのが、うん、うまくいったけど、うん、一発目ですごい贅沢な。スッてやめた。ああ、なるほどですね。で、まあ一時期やめとったっちけど、はい、まあ、視聴者さんからね、あのツイッターのコメントで、そうですね、いっぱいもらいました。はい、で、アンテ見てみたいって、分かりましたと、はい、やりましょうということで、アンテ始めます。始まりますね。まあ、もちろんでけえの出しますよ、アンテは、うん、これだけはもうね、得意分野なんで、はい、もう期待大で。メスがね、50ミリぐらい。メスもちょっと見たいな、僕は。見たい、メス見たいな。すぐ見たい。いいですか、すいません。やっぱ女好きやね、お前ね。メスもね、あの生で見るとマジで迫力がすごいんですよ。全然違うよ。はい、そう、これアンテのメスやけど、平田のメスとは全然違うよ。また、あ、ほら、そうですよね。おー、あー、でも見た感じやっぱ、ちょっとビビってる。お前見てからビビるやないよ、お前。ごめんなさい、ちょっと女の子をビビらせてしまいました。
あ、そうです。やっぱり国産の句はちょっとあるんですね。あ、全然違う、全然違う。金に筋とかもないですもんね、うん、でかいですね、やっぱり、うん、51ぐらい51ぐらい、こいつらがボンボン子供を産んで、そうね、まずそこよね。そうですね、まず幼虫取れんとブリードできんけ、うん、そうですね、そっからサイズのあれですもんね、うん、うん、まあそっからよね。そうですね、まずは幼虫を取ることから始めないからね。はい、で、あんってものすごく産むけんね、スイッチ入ったら。あ、そうなんですか。1セットで70、80とか取れたりするけ。え、マジっすか。うん、爆産種じゃん、ものすごく。僕はただ、うん、スイッチが入らんかったら全く産まんっていう、もうはっきりしてる。産むなら産む、産まんなら産まんっていうのがこのアンテの特徴かな。おお、俺が経験した感じでは。それはなんか相性みたいなんですか、メスとの相性みたいな。いや違う違う、もう個体性よね。あ、個体性、うん、で、あとアンテはね、時期とかもあるみたい。あ、そうなんですか、うん、産む時期、産まん時期、はい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 、はい、がちょっとあるらしい、うんうんうん、これまあいろんな人に聞いた話。はい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 、はい、俺もそこまでアンテをさ追求してやったわけじゃないけん、はい、ただ見えん、あの生態系というか、うん、未知数ですね、うん、はい、ということでアンテ始めますと。はい、バリバリかっこいいですよこれは。アンテやっぱ久々見るとかっこいいってなる、ね、うん、かっこいいですね、うん、俺一時期携帯の画像を大小型にした時があって。マジで、はい、国産の。いや、それで俺その時国産とか外国産とか分からずに、ただかっこいいなと思ってしてたんですよ。改めて国産とか言うと形状がなんか違うんですよ。あ、形状ね、はい、はい、で調べた、多分あんたじゃ、あんただったんじゃなかった、はい、あんた、あんて、あんてって言ってたね、すいません、アンテウスの顎の形だったんじゃないのかなと。あ、なるほど、はい、大小型の画像で探した、あ、これが一番かっこいいなと思ってたのを壁紙してたわけですね。何やそれお前、はい、本当にお前大小型好きてやん、お前大好きなんですよ。全然違うけんね、アンテと大小型お前。はい、まあ大小やけど外国の。そうですね、国産とは全然違うよ。全然違いますね。かっこいいっす、はい、はい、ということで、はい、始めます、小吉。はい、中にはですね、はい、国産の大小型やってくれと、はい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 、はい、いう方も結構だ、アンテほどではなかったけど、はいはい、実は僕もそっちの希望派だったんですよ。そうそうそう、チャンバラもね、国産の奥はしてほしい。国産じゃあお前がしよう。いや、俺にできないのでちょっとそこは小吉さんにお願いということだったんですけど、まあそうですね、まあ、確かに、はい、分かるっちゃ、はい、国産の奥は、うん、でもただ前の動画でも言ったけど、俺苦手意識がものすごく強くて、この先絶対せんかって言うとそうじゃないけん、はいはいはい、うん、克服せないかん種類でもあるし、うん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 、とは思っとね。そうですね、まあ、ちょっと今じゃないかなと、はい、多くは今じゃない。まずオスとメスの判別がつきらんけ。いや、それがですね、外国産の平田やりすぎたら、はい、そうなるっちゃ、はい、外国産平田ばっかしよった人、はい、多分みんな言うと思う。本当ですか。メスと思ったらオスやった。結構おるよ、多くはオスがメスに見えたという。俺メスやんと思って放置しとったら、はい、オスやった。ものすごいですね、それ。だって、背じゃ、ね、はい、メスでも 30g とか乗ってくるけん。だけど、オクワのオスに匹敵するぐらいのデカさってことですね。だけん、わからんかったよね。ああ、メスやんと思ってたじゃん。メスに偏ったと思ったら全部オスやったっていう経験があるんで。はい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 。まあ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 、そのずっと線っていうわけではないかもしれないけど、今はちょっとね、線かな。とりあえず安定をします。安定ですね。はい。わかりました。頑張りましょう。はい。はい。ということで、ね、まず幼虫取るとこから、はい。から始めていこうと思ってますので。はい。皆さんね、ご応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、アンテは自信あるんで、いい虫出しますよ。はい、はい、期待しましょう。ということで、またアンテの、ブリード経過っていうのもずっと動画にしていこうかなと思います。はい、はい、それではね、はい、また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。はい、どうも、シュキです。どうも、チャバラです。セジャメスですね。はい。あの、メスのアベレージもものすごく高いです。で、まぁ、あ、ちょっと、比較じゃないけど、はい。比較。そういうことできたら面白いなと思いまして。なるほど。51との比較になります、今回。一番小さいメスが51だと。比較してみますよ。はい。はい、ドン。おい。こっち51です。51。こっち51です。全然違いますね。真上から撮るとね、多分。ジャケラー。